ズビズダー制服計画。このコーナーでは赤の秘密結社ズビズダーに代わり、日本全国の戦闘員ことリスナーの皆さんに様々なことを制服してきていただきます。番組にその制服エピソードを送ってください。制服エピソードは私たちが制服完了、制服ならずで判定、見事制服完了と判定された戦闘員さんには番組サイトにアニメ同様制服テロップを掲載します。はいはい、うん、あ、そうだ、うん、なんだなんだ、金沢さんのなんか何か制服したエピソードとかありますか？うん、あるよ。おー、何ですか？久野美咲ちゃんだよ。変な声で、変な声で。今どこから声出た？予想外の予想が。あ、ああ、でも特にそうですね、制服さっきしてます。いやいや、遥か昔に。ちゃんと理由があってね、久野、うん、はい、ちゃんの初めてをめちゃくちゃ奪いまくってる私。言い方が、言い方が卑猥ですね。卑猥だ、そういうことを想像するあなたが卑猥です。そうなんですよね。そうなの。初めての、うん、あのアニメ、そう、え、しかも、うん、初めての映画のアニメと、そう、映画のアニメ、ね、テレビのアニメと、そう、OVA のアニメ、そう、はい、そう、あと、あとあれだ、うん、あのオーディオコメンタリー、そうだね、オーディオコメンタリーも、うん、もう初めて、そうなんだよ、ね、そうなの、うん、くのちゃんの初めてチャレンジすることを、はい、全部私立ち会えてるの。初めてのライブも、あー、そうか、はい、ライブもね、そう、ライブ一緒に、そう、歌って踊るやつをやった時にね、はい、くのちゃん初めてだったっていうから。いいでしょう。僕帰っていいですかね。この二人でやればいいじゃないですか。でも僕初めてのラジオのね、そうだ、レギュラー、そう、それが悔しいの。なんで私を選んでくれなかったら。金沢さんだったらちょっとって言って、そんなこと言ってない。明日だからですかね。あ、そうだよね、明日だからだよね。男はカウントされないんですよ、きっと。あ、そういうことにしとこう。じゃ、もワンチャンありますよ、ま、うんうんうん、はい、これからじゃあどんどんね、どんどん初めて、二人でできるもんが始まりますよ。二人でできるもん、やっちゃう。二人でできるもん。かわいいよ。